中本、中本来ました、ありがとうございます。中本、すいません、出前館です。中、え、中本食べた、出前館ね、いただきます。なんだろう、なんだと思います、本日一発目のご飯。ダイエットです。麺だね、麺。あ、なんだこれ、なんか、うん、あ、これタンメンじゃね、めっちゃうめえ、なにこれ、タンメン、めっちゃうまいんだけど、やば、うまっ。これご飯もいけんだけど、これ多分中華丼のサラサラ版みたいな。ありがとうございます、うまいわこれ。これ誰頼んでくれたの、あんかけ焼きそばなのこれ。いや、そんなあんかけじゃないんだよね、サラサラしてるね。ありがとうございます、ヘルシーだね、これヘルシーだよ。痩せちゃう、ありがとうございます。レシート、レシートはないよね、これしかないもん。あ、ゆで塩、ゆで塩って書いてある。なんなんだゆで塩って。ゆで塩、塩ラーメン、これ塩ラーマーさんっていう人だ、誰が頼んでくれたの。いや、クソうめえマジで、なんだこれ。いただきます、別盛りで。麺もいい匂いする、めっちゃいい匂いする。あー、特命されです。お前が、お前がアラブの石油、ビンラディ、ビルゲス、ソフトバンク、ソーマーサイス、今夜お前がトップ。ありがとうございます、ありがとうございます、いつもすいません。卵、いただきます。うまい、スープめちゃくちゃうまいよこれ。いただきます。あ、まーさん、あ、まーさんが何頼んでくれたの。前ディスられました、ディスってないけど、いただきます。なんだろう、ディスられました。まーさん、まーさん、まーさん、誰だ、うん、車で会いました、車で会いました。
車で会った。すっぴんの子かな。あの友達とカラオケ来てて、お茶差し入れしてくれた。あー可愛くない子。すっぴんちょっと可愛くない子。あーマーさんが頼んでくれたの。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、思い出した思い出した。あれはね、新宿かな。うん、可愛くなかったね。ありがとうね。うん、うまっ、うまっ、うまっ。俺ね、嘘つきたくないのよ。可愛い子は可愛いって言うし、可愛くない子は可愛くないって言うの。でも女の子って大体すっぴん可愛くないから、化粧でごまかせんのよ。うん、だ化粧したら可愛いんじゃない多分。すっぴんであれぐらいだったら多分化粧したら可愛いと思うよ。うん、しょうがないよそれは。すっぴんでさ、可愛い子なんかいないんだから、この世に。みんなブスなんだから、すっぴんは。そうでしょ、みんな可愛くないよ。そんな眉毛なんかないんだから、みんな女の子なんかすっぴんなんか見せらんないでしょ、だって、うん、化粧配信見てみなよ。化粧する前の顔見てみなよ。 YouTube でもあるから動画。みんなブスだから。みんなブスなんだよ。俺言ってたもんだって、付き合った彼女全員にすっぴんブスだねって、やっぱりって。だからさ、俺さ付き合ってた彼女にさ、エッチするときは化粧してよって言ったもん俺。エッチするときはマジで化粧してほしいって。あ、リベンジ待ってます。ありがとね、マーさんね。うん、ゴールドハートのやつ。あ、バクマゲッさんいらっしゃい。来た、お祭り男来た。ちょっと待ってよ、まだ いるんだ。お祭り男いるんだけど。嘘でしょ、来た、お祭り男。最近投げないけど、あんまりねえ。すごい人いるよ、今金のハート投げた1個。来た、いるんだ、見てんだね。いや、イベント大好き男よ、みんな知ってると思うよ。めちゃくちゃ有名な人よ。ん？ん？久々聞いた？ DM 送った。ありがとう、じゃあ後で見とくね。いるんだね、まだ。中本のさ、みんな食べるメニューってさ、濃厚担々麺なんじゃない？なんでこれ選んだの？これめちゃくちゃうまいんだけど。濃厚担々麺が有名なのに、なんでこの塩ラーメンみたいなの頼んでくれたの？これめちゃくちゃうめいんだけど。すげえうめい、このスープめちゃくちゃうめいんだけど。やべえ、うん。あ、先発がいらしい。ナイス。
俺ぐらいでしょ、飯食って花火もらえるって不安がないっす、ないっす、不安がないっす。うまっ、ここ最近で一番うまいかも、これ。うまい、うん、これ好きかも、すごいうまい、毎日食いたいかも、これ毎日。あ、リプ金ですよ、誰リプしてんの。あ、またお願いします、まーさんね。うめえ、うわぁ、ドンチキー。最近悩みがあります、相談したいです、そして復活メント。あ、いいですよ、うん、これはね、袋麺じゃないよね、ここに入ってきた、こうやって入ってきたね、麺が別盛りで、で、今こうやって乗せて、袋麺じゃないよね、なんつうのこれ、別盛り、つけ麺みたいな、熱々、これニンニク入ってるね、ニンニクの香りしたね、うん、うめえ、あのね、次来るのよ、渋滞しちゃうから早く帰るじゃん。ちんたらちんたら食ってたらどんどん来るから。前あったんだから、ウーバーイーツの渋滞、あのピンポン押すときにウーバーの店員が配達員が2人並んでたんだって。あ、え、あんたもここの家なの、え、僕もそうですよみたいな、同時に来た時あったのよ。そんなことあるっつ、あったでしょ前。これうまい、これさ、スープ全飲みコースなんだけど、マジうめえ。これちょっと減点かな、これが。ゆで卵いっちゃってよ、これいらないの、これゆで卵は。味付け卵とかにしないと、これ減点ない、これ。うん、あ、口の中の水分持って帰っちゃうの、これ。卵っていらなくない、ラーメンに、うん、これいらんかったな。うん、六名さん、今日からせいちゃん推しチーム3人一同です、ナイス。せいちゃんいらっしゃい、どんちき、あーです、社長、ナイス。来た、これ前にいた爆投げてた、いらっしゃい、ありがとうございます、せいちゃん推し、ありがとうございます。うおー、金の花火ドンチ、今日もせいちゃん推しチーム3人一同、特別ありです、わー、ありがとうございます、ひらがなの3文字の特別ありです、金花3000円ですよ、これやばくない、めっちゃ稼いででしょ。あ、ニンニクすげえわ、ニンニクすげえ入ってる、これ
いや、太らないね。自分でさ、食べたいものを食べなかったら痩せれるでしょ。って見てる人がね、俺が配信だから、配信つけてないとご飯食えないダイエットなのよ。で、送られてこなかったら食べれないんだから、その日は。今はまだね、送られてきてるよ、まだ大丈夫だけど、自分でご飯、もうお金使わないから、自分でもう、そうやったらやってるでしょって。じゃ健康考えてくれて、今 Uber Eats とか頼んでくれてるんだから。うめうめえわこれ。俺結構ラーメンにうるさいんだけど、このラーメンうまいね。タンメンに近いね、タンメン。はい、いただきます。うめえわ。ラーメンショップのそれうまいよ。それと比べちゃダメだよ。次の方どうぞ。次の方、あ、うまいわ。熱いな、汁物は熱いな、これ。洋服買いに行かないっすね。俺ミニマリストなんで、こういう生活スタイルもありかなって思って、僕火薬さんに学んだんです。部屋に何もなくても生活一応できるはできるな、最低限は一応あるんで。ただ寝るときに着替えがないんで、その日に洗わないと、ちゃんと洗わないといけないし、規則正しい生活が送れんじゃないかなって。だってこれ僕の部屋着っていうか、この1個しか部屋がないんです。これしか、パンツも1枚買いがないんですよ。だからスープ跳ねてないのよ、これ傷ついてんのよ。これ古い広角レンズだから。ナイスアリアです。お、ナイス820、ナイスアリアです。あ、5倍あるです。おろろろろ、待って待って、かわいい。あ、配信者なんだ、かわいいね、かわいい子いるんだね。おしゃれあれです、おしゃれね、無料アイテムあれです。わっち、かわいい子いっぱいいるわ、やっぱり。可愛い子だらけだね。その中でもパルちゃんの彼女はめちゃくちゃ可愛いね。ねえ、でもやっぱりその精神的に障害がある人はちょっと嫌だね。そのメンヘラはめんどくさいね。なんか別れたら、別れる話をしたらその飛び降りるとかさ、その死を匂わす、別れたらもう死んじゃうんだからみたいな女の子はちょっとめんどくさいね、やっぱり。だったらブスでさ、太ってるってさ、性格がいい子、うん、別れたいって言ったらもうスパッて別れてさ、荷物も全部返してくれる子がいいよね。ブスでも全然いいよね、そっちの方が。